が今どこにいるかっていうと柴湯さんの家ですね。呼ばれてきたんですけど、僕は怒ってます。どうしたんですか？めちゃめちゃ怒ってます。なんかありましたか？最近ね、盗賊がこの家に入ってこれ冷蔵庫盗まれましたね。え？冷蔵庫。え？盗賊が来て、普通に大きい立派なやつあったじゃんそこに。うん、その盗賊の名前ね、増田亮太って。確かになんか俺ふざけて言っちゃったのが、盗んでもいいよ別に、あのやれるもんならねみたいな感じでふざけて言ったんすよ。そしたら本当にアポなしで本当に勝手に入って盗んでいきやがった。え、てかあとさ、ソファーはリビングがさ、なんかやたらとちょっと殺風景というか、え、あの立派で結構普通に高級感あるソファーあったじゃん。盗まれた。盗賊さんですか？昨日。うわー、まあこれもなんかいいタイミングであげようかなとは言ってたの。確かに、本当に盗むと思わんやじゃあ今からは盗賊のところにとりあえず乗り込むと。はい、行きますか？行きましょう。さあ増田に内緒で来ました。はい、どうするんですか今から？顔を殴ろうと思ってる。